現在使っている庁舎の老朽化に伴い、県、替え工事が進められていた焼津市役所の新、社が完成し、5日関係者に披露されました。焼津役所の新庁舎は2019年から98億円余りをかけてことが進められ、5日の竣工式には、中野市長や市、職員など32人が出席しました。落合健吾記者、 新、社では1階にあることが多い総合案内が、こっち2階に設置されていて、津波が発生した場合に得た作りになっていますまた、これまでは数の建物に分散していた、市民窓口も新庁舎2階に集約され、利便性の向上が期待されていい。さらに多くの人に親しまれる場所を、目指、焼津港が一望できる展望ロビーも設置され、した。中野市長、 市民の皆さんにあってのやい津市ですので、市民の皆さんが集い交流していただく、して市民に優しい施設になっていくこと、期待しています。新庁舎は9月21日から実際に使い、れる予定で、現在の庁舎の跡地には、立体駐車が作られます。<music>